Hi, my name is Neil Hartman. I'm a filmmaker based in northern Japan. I have been watching the evolution of snowboarding and the snow surfing style here in Hokkaido since 1985. A mecca for powder lovers, Japan has produced world-class riders and has become a haven for many stars of the snow world. Now, a new movement has started to emerge here on this small island country. With a rich history of craftsmanship and high level of artistry, riders are now taking board building into their own hands. Yuki Maker is a personal, long-term project that will focus on people who make DIY boards to ride and slide on the snow. Volume 1 features Atsushi Gomyo from Nagano, Japan. スケートボードを興味を持って、でどうしても欲しくなって、で当時そのスーパーで買うとスタンプがもらえるシステムがあって、そのスタンプを集めると何がもらえるっていうカタログがあって、その中にスケートボードがあって、うわーってクリスマスの時にそのスタンプ集めたやつを親が買えてもいいよって言って、でそのカタログでスケートボードあったよなって思って、これこれって言って、でそれでゲットして、それでもうやり始めて、うわー楽しいってなって、であのすごい急斜面ちょっと遊んでみようよって、今度スノーデッキの方でこれで下ったら超やばいっしょって言ってやってみたら、これもやばい、面白いなって思って、でも樹脂で跳ね返りも少ないし、これ木とか反発あるやつで作ったら、もうちょっとパウダー寄りの、ちょっと長くてノーズでかくて、ね、木で反発あってっていう乗り物があったら、いや超楽しいんだろうなってその時思って、スノーボードもやりつつ雪板もやってるっていう、どっちもやるのが楽しくて、やっぱりスノーボードはスノーボードの良さがあって、雪板は雪板の良さ、雪板をやることによってスノーボードも上手くなるし、雪板どっちかといったらメロンにそのフィーリングを楽しむっていうか、気持ちよさを楽しんだりとか、雪の流れていく感じを楽しんだりとか、浮遊感とか、そのスノーボードだと足ついてるからごまかせる部分があったりするけど、雪板はもう足ついてないから、もうもろにそのコンディションと板の関係っていうのが出ちゃって、この板今日乗れないっていう、今日はこれだねっていうのがあったりとか、やっていくうちにそういうのがどんどん分かってきて、で気づいたら問題にラインナップが増えちゃったみたいな乗れば乗るほどこの板が欲しい、あれの板が欲しいってなってきて、まあ淳が一番こうあれかな、やっぱりいろんなシチュエーション、パウダーだけじゃなくて圧雪でシャバ雪とか含めてやってんですけれども、やっぱりビンディングがついてない分当然遅いしね、不安定だし、だけれどもやっぱりそのスピードを競うわけじゃないし、距離や高さっていう世界ではなくて、この不安定の中で操った時の感覚とか達成感みたいなのはやっぱりバインディング用感も十分に味わえるものだと思います。Who's the shaper, designer of this board? That's me. That's you? Oh, wow. It's just Ben. Ben, Pogon, the designer, shaper. I would like to ride or get one even. They're great. How many years has this powder surfing been popular in Europe? It's not really popular. It's becoming to be popular, but yeah, like it started, let's say, about 10 years ago. Mm. There's something definitely happening, like powder surfing. Yeah, it was funny to ride different shapes. Mm. Like you can test, okay, that one, that's a short one, long run. Yeah, exactly. Some crazy shape, huh? Some really crazy shape. I like that. And it's also like you can see some shapes are more influenced by skateboarding, some are more like surfing, and they are both fun. Yeah.
もう一回乗ったらやめられなくなっちゃうんで危ないですよ。だから乗ってください、ね、こけた時の話。今回雪板あの作るんですけど、でこれを中心に当ててどこかなって位置を決めてまして、でノーズの太さとテールの太さを決めてもらったら、そこの点と点をこれつなげばサイドカーブができるようになるので、あの組み合わせて自分なりの板を作ってみてください。かけたらあのこのジグソーをね切ってもらいます。線が消える前に線通りにこう慣らしていきます。この粗削りで、これも粗い方から細かい方まであの番手あるんで、ちょっと当ててこう上から下まで最後通してやると綺麗な R になります。もう一杯ぐらいいく？うわー、もう一杯ぐらい。おお、きく。できるだけシンプルにやってほしいなという希望はあるのかなっていう。あんまり進化させちゃうとスノーボードになっちゃうでしょ。どこで止めるかっていうのをみんな多分考えてるところだと思うんだけどね。そのスノーボードと同じ作り方じゃなくて、なんかオリジナリティのある作り方もしたいなっていうところで、ソール貼んなかったりとか、あえて無防にしたりとか、できるだけその天然素材のものを使っていけるような作りをこれから目指していきたいなって思います。とにかくあの雪板は本当楽しいものなんで、できるだけ早くみんな体験してほしいなと。体験したら絶対ハマるの分かってるから。そこだけでなんていうの、そり遊びの感覚で遊べるから、うん、それはすごい面白いところだなと思う。